前回ポコタンとモコちゃんにサメジャーキーっていうおやつをあげたんですけど、ポコタンはサメジャーキー好きじゃなかったのかほとんど食べなかったんですよね。でモコちゃんの方は普通に食べてくれました。OK モコちゃんの方は普通に食べてくれました。で前回も予告してたんですけど、今回はポコタンもサメ食べれるかどうかわからないんですけど、こちらをご用意しました。フカヒレ姿煮、はい、いよいよやってまいりました。気仙沼のフカヒレ姿煮ですね。実は去年視聴者さんからポコタンとモコちゃんにおせち料理をいただいたんですけど、動画ではやらなかったんですけど裏で少しずつ食べてたんですね。でその中でこの気仙沼フカヒレ姿煮っていうものがあったので、ちょっと気になったんですよね。ポコタンもモコちゃんもこのねフカヒレって食べたことないんですよ。まあ多分大体のワンちゃん食べたことないと思うんですけど、僕もね過去に1回ぐらいしかフカヒレって食べたことないんですよね。で今回はこのフカヒレの姿煮、ポコタンとモコちゃんは食べるのかどうか気になったので揚げてみたいと思います。まあ、今のところまだそんなに匂いがしないから興味があるのかないのかよくわからないけどはい、じゃあ早速ポコタンとモコちゃんに揚げてみたいと思います。はい、じゃあ早速開けてみましょう。じゃじゃんと、あーなるほどね、サイズはそんなに大きくないんですけど、確かにフカヒレですね。人間が食べるフカヒレはもうちょっと大きいですけどね。まあポコタンたちは体がそんなに大きくないので、まあこれだけ食べれば十分でしょう。さあじゃあ早速開けていきたいと思います。気になるね、モコちゃんも気になる、フカヒレ食べたことないでしょ。フカヒレ君たちよく喧嘩するね今日は。昨日はおとなしかったのにねはい、じゃあ早速フカヒレ開けていきたいと思います。おーおー、気になるか気になるか、フカヒレ僕も気になるよ。今回に関してはね、手で持ったらほぐれちゃうのかな、どうなんだろう。今のところ形のまんま出てきてる感じですけど、フカヒレ高級食材ですからね。君たちちょっと待って、そんな簡単に食べないでくれ、高級食材なんだから高級食材だ一応。大丈夫かな、あ大丈夫だった。はい、こちらフカヒレですね。ちょい君たち、モコちゃんモコちゃんモコちゃん、フカヒレ食べるね食べるね、うんこれは食べるねもう2人とも前にいるから見えないんだよな全く。はい、こちらフカヒレの姿にあげたいと思います。半分ずつに切ってあげるね。さあどうぞ召し上がれ。どうなの、お、ポコタンはいつの間にか食べちゃいましたね。モコちゃんがハマってない感じかな。食べる？口から出しちゃうね。ポコタンは？あ、ポコタンは好きだね。なんかね、モコちゃんね持ってくんだけどね、遊んでるんだよね。じゃあポコタン食べちゃおう。もったいないな、モコちゃん。これ高級食材だよ。昨日のおやつの方が美味しかった？あ、食べた？あ、やっと食べてくれた。モコちゃんも食べてくれました。美味しかった。もうないんだ、さすがにちっちゃいからねペロッと食べちゃいましたね。ポコタンは口が肥えてるせいかジャーキーよりフカヒレの方が良かったらしい。モコちゃんはジャーキーの方が良かったらしいはい、というわけでまたね変わった食べ物があったらポコタンとモコちゃんにあげてみたいと思います。君たち食べてる間はそんなに喧嘩しないんだよね。意外とこの距離感でもいけるけど、食べ物がなくなった途端にすごい喧嘩を始めるよね。結構今近いよ君たち、だいぶ近いよ君たち。あーダメだ、あーダメだ、はい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 、ストップストップストップ